青助山城は日本の城。所在地は岡山県笠岡市大島中と浅口市寄島町の境に位置する。城石は笠岡市南東部と浅口市寄島町の境である旧大島地区の青助山にある。築城者は当時の備中助であった安倍の生命であるとも伝えられているが伝承の域を出ない。室町時代には 細川氏が浅口郡一帯を、鴨山城を本拠として領有していたが、戦国時代を迎えると勢力を失い、天古氏、浮田氏等の圧迫を受けて、文軍のあった伊予国へ退いた。伊予国の川の絵に在場していた一族の細川2、薫は、毛利氏の援助を受けて、永禄2年に青助山に入り丘陵を回復の拠点とした。オ薫は、 細川家旧臣たちに迎えられると、山徳に館を設け、周りに家臣を配置した。また城の鬼門の守りには、八幡宮を千座勘定し、伝統文化や産業の振興に力を入れた施策を行った。通薫は、勢力拡大を図り、A69 年に浅口市の六条院竜王山に城を創築し、本城としたが、それまでの7年間を、 青助山に在場した。通香織はやがて鴨山城を奪回し、そこを本城としてこの地の支配を行った。関ヶ原の後、毛利氏の違法に際しては、この地の細川氏も長戸国へ去った。江戸時代には池田氏の領有となったが、多くの例に漏れず上は破棄されている。また、青助三島側の中原には、岡山藩が文久三年に、 解剖のために築いた、ダイバートがある。幕末の上位論の流星に伴い、時の藩主池田聖戦も、解剖の必要性に迫られ、武行、岡本陣等に命じて、沿岸各地に砲台を作らせた。その一つが、青助山の台場であり、藩主を迎えて、実際に死者が行われたとのことである。ありがとうございます。